こんにちは、ブッシュランドのお時間です。このお時間は、私、桜崎智子がお届けいたします。第1週、第5週は、私、桜崎智子がゲストを迎えて、30分間生放送でお届けいたします。早速ですが、今日の素敵なゲストをお呼びしております。 ごめんなさい自分の曲なんですけれども、うん、FM コザ、えー、スタッフの山内一郎さんですはいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい 多分私初めてご招待するんです、うん。そうですね。ブッシュランド初めてですね。ねえ。うん、すいません。なんかご無沙汰させて。いえ、とんでもないです。うん、もう僕なんか出れるあれでもないので。うん、はい。まあね、いろんなね、お話。うん、あの、一冊ですとか、そういったお話を聞かせていただければと思います。わ、はい、かりました。あんまりね、ラジオでこんなしゃ、話す機会ってないんですよ。うん。実は。 ちょ番組は持ってらっしゃいますよね。番組持ってるというか、もうなんていうんですかね。むちゃくちゃな番組というか、なんていうんですかね。その。あんまりこうためにならない。<laughs> <laughs> 情報番組って言いながら、情報あんまり流さないみたいな。<laughs> な番組とか、こうやってるんで。真面目にこう<れ>話すことがあんまないですね。そうですね。はい、まあ、じゃあ、こうやってゲストに呼ばれるっていうことは。 初めてですかあ、い,いえ、えー、っとね、何度かやっぱり、ゲストが来れないときの間に合わせで僕ら使われたりするので <laughs>。あの、私はそういった意味じゃないですよ。私はちゃんと1ヶ月以上前から、ね。そう,そうそうそう。ともこさんだけですよ、すよこういう。ちゃんと、ちゃんと呼んでいただければ。そうだの勘違いしないで。ちゃんと1ヶ月前から、山内さんのアポターでお願いしてますから、ね。そうそうそうなんですよ。はい。<laughs> こういうのは初めてかもしれないですね間に合わせだと本当にいっぱいありますまあこれは裏の話ねまあそれもねやはりねこの生放送が多いあの FM 小座ですからもう仕方ないですよねそうなんですよしょうがないですねゲスト呼ぶのも大変ですもんね意外とね大変でしたそうなんですよ本当私はもう毎週のように呼んでいたのでもう本当にどうしよう 来週も決まっておけど、再来週はどうしようとかね。そうそうそうなるんですよね。本当にわかりますよい。いろんな人に助けてもらいましたけれどもね。はい。というわけでですね。うん、はい。今日の、えー、ゲストは FM 小さの、はいえー、スタッフの山内さんということなので、はい、ではい。皆さんメッセージお待ちしておりますよ。はい、メッセージ アドレスは七六一アットマーク fm 小沢ドット jp 七六一アットマーク fm 小沢ドット jp そして fm コザではユーストリームやツイキャスでも発信しておりますのでこちらから fm コザのホームページから検索してコメントをいただければと思います、はい。この番組の提供は 元気な子豚を育てる赤嶺ファームと親切で親しみやすい相談者の味方遠山孝義税理士事務所の提供でお送りいたします。 改めましてこんにちはブッシュランドの時間です。私桜崎智子がお届けいたします。えー、今日の素敵なゲストは FM 小座の山内さんです。はい。はい、よろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。はい、えー。冒頭でお話ししたんですけれども、はい、私の番組に出るのは初めてということで、はい、ブッシュランド初めてですね。はい,はい。まあここに来て、うん、ブッシュランドっていうかこの 中央パークアベニューに来てからのお付き合いになりますかねえっと本格的にはそうなんですけど、うん、向こうにいる時からちょいちょい挨拶はしてたんです,そうですね、うん。で、うん、平安さん信幸でしたっけ、うん、信彦信彦の方だっけこのネタも私も<行> <laughs> 怖いわ怒られちゃうよ <laughs> 平安信幸さんと僕はよくこう <laughs>、うん こう話しさせてもらって、いろいろ。あ、そうですね。インターネットのお話とか。そうそうそう環境を作っ、アイディアもらってですね。という感じでしたね。はいはい。はい、じゃ、あれから、えー、っと、どれ。四年。四年。年はい、四年ぐらいですね。うん。悪い四年。どうでした。長かったですか。短かったですか。あなんか長いっすね。やっぱり。長い、うん。あっという間かなっていう感じはないですね。なんかね。 長いなっていうもっと経ってるみたいな感じしますねなるほどなんか長いって感じる人はいろんなことをしてるから長く感じるそうですそうなんですか小さい時って早い1年いや1年って長く長い長い長かったうんちょっと大人になっていくとあれ1年あれそうそうあっという間ってもう今年も6月過ぎちゃうみたいなうん それって、うん、まあ科学的に言うと、うん、小さい時いろんな発見いろんな新しいことをしているからいろいろ学んでるのでなんか長く感じるうんうん、うん、あじゃあ学びは全然あったし新しいことだったんでだから振り返るとですよでも、えー、長いなっていう最近はでも早いんですよ。じゃあやっっぱりそれれにちょっと慣ててきて 新しい刺激とか新しいことなのかなあれじゃないですかねスタッフがすごい育ってきたんでだんだんやることがなくなってきたっていうのがみんながすごいやってくれるのでスタッフも増えましたよね増えましたねええ私がパルミラにいる時はもう2人3名少ない時は2人でしたもんでしたねええ それからなると今今6人すごく頑張りましたねっていうかね。そうっすねよく増えましたね。で山内さんは一応スタッフなんですけれども、はいまあ、どういったことをされてるんですか、まあ、皆さんをまとめるとかるとそうですね僕はもうあれですねそのなんて言うんですかね経営を一応はやってますね。うん講座はい,だいもう経営ですね広告 とか、うん、そういった営業とかも営業もやってますし、うん、もう、まあ、何でもですねこの見たりなんていうんですかねスタッフを見たり、はい、あるいはその本当に細かいことやってますねまだはまあちょっと管理職みたいなそうですね管理職ですねその時に何か、うん、ああちょっと困ったなとか、ま、うんうん あ難しやっぱりあれですねこのなんていうんですかねどこまでこう言ったらいいかとか、はい、言わない方がいいかとかうんそれともここでじゃあ厳しく言う言葉ですね厳しく言った方がいいのかはい、はい、それとも柔らかく言った方がいいのかとかっていうのがう 僕は部下とかが持ったことがなかったんで割と横のつながりが多かったんですよ。だからあ,のあれででししたたねねそこが本当に難かかったですねだから最初はこの今ミキサーやってる清輝くんも怒られましたしあのそうそうそうでも今はもう全然だしだから最初にこんなやってやっぱり行ったというのは。 そのバランス見ながらもちろん行ってはいるんですけど、はい、その辺はまあとっても考えて苦労したんですけどやっぱりね彼らとか見てたら、はい、まあ良かったんかなと思ってうんはいだから難しいですよねこれ言ってちょっと人間関係がとかそう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 、うん、ねう、はいうそうそうそでもそれ言わないと仕事が効率的にいかないとかそうそうで今のうちに言わないとダメかもなとかっていうのもあったりあタイミングとかね、うん そこがちょっと難しいですねでタイミング逃しても言わないといけないこととかがあるから、はい、あれってあで思ってあじゃあ言おうみたいなちょっと過ぎたけどっていう感じで <laughs> なかなかねその突発的な頭の回転というのがないのであのそんな感じでやってますね。<laughs> そうですね、はい、そこがやっぱり一番難しいかな。じゃあのー、今まではそういった管理職なかったっていうことだったんですけれども、はいはい、今まではどういったお仕事をされてたんですか今まで映像を作る,作るはいそうですねディレクターっていう感じの<ー>ディレクターって言ってもまあ何でもやるんですけどは,<ー>はい。 あのよくなんかビデオを持ってとかモデルさんがいてそう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 ,そうだから CM 圏内で流れて、まあ、今僕がもう作ったのほとんど流れてないんじゃないかなあの昔はちょ,ちょこちょこ流れてましたしあと「うちな気分」っていうあのテレビ番組があるんですけど、はい、それを作ってましたへえ<ー>、はい、うちなのの気分あのそうそう、うん、RBC で。 えっと日曜日かなはい、はい、やっている番組なんですけど、沖縄電力さんの一社提供でやってるのなんですけど、えー、もう十何年やってるんじゃないですかね。は,<ー>はい、それを手掛けたりとかしてた程度です、ね、そうですね、それをやったり、あとは企業 PR ビデオを作ったりっていう感じですかね。<ー>はい。じゃあ映像には強いんですね。ああ強い、うん、そうですね。でももう映像よりはラジオが面白いですね。あ、そうなんですね。全然面白いです。ええー、何が違いますか。映像はね、もうめんどくさいんですよ。本当に。<laughs> 本当に大変ですよ。多分私もちょっとやったことあるんですけど、編集とかがそうそう大変なんですよ。で撮影編集がいかに良くても撮影がダメだとダメだし、で撮影は何で決まるかって仕込みで決まるんですよ。仕込み段取りで段取り準備か準備でだからもう大変でしたよ本当に。じゃ段取りに結構時間をかけてそうそうそう練って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 それでもやっぱ。 納期はあるから条件が悪い中でやらないといけなかったり天気とかそうなんですよそれを編集でごまかすというのが一番嫌でした青空にするとかうわそういったこともできるんですねまあ僕じゃないですけどそのんていうんですかねプロの編集マンでできるのがいたんですごい人がその人と一緒にやったりしてたんですけども面倒くさかったですいのが。 ただラジオの場合は自分がこんなことをしたいって言った場合この人を連れてくればできちゃうっていうこのなんて言うんてうですかねやりやすさであとはこの,この人が見えるというだから映像でそれを表現する場合ってすごいこう大変なんですよねこのキャラをこう確立させる。なるほど テレビの芸人さんたちも活躍してる人たちも数出てるからキャラが確立してるんであってラジオの場合1時間やれば多分その人の人間性はなんとなく出るんですよねそういったことがねやっぱ全然違ってて面白いですねなるほどタブが映像よりは少ないという面でも面白いです全然楽しはいはい はい、メールがいくつか来てますね。はい、<laughs> はい、えー、ゆうきさんから来てます。ありがとうございます。お久しぶり。ああ、久しぶりですね。ありがとうございます。智子、うん、さん、山内さんこんにちは。こんにちは。ちは6時だけど、めっちゃ明るくて暑いですね。暑、うん、いね。夏バテしてませんか？しっかり水分補給して暑い夏を乗り越えていきましょう。 今度飲みに行きましょうね。ぜひぜひ飲みに行きましょう。ゆうき,きさん、久しぶり飲みたいですね。ね,<え>ね。私もちゃんと誘ってね。<laughs> <laughs> ゆきさん、ね、大変ですよ。もう飲んべいなんで。で飲 <laughs> んべいなんですか。<laughs> <laughs> 強いんで。好きか。好きなんだ。お酒が好きいで、ねはい。でも飲みに行きたいですね。ゆうきさん、本当に。ぜひぜひ。行きましょう。ね<え>。うん、う本当に今明るいですよね。もう八時。 前までは明るいんじゃないですか、うん。明るいですね。夏って感じ。うん、でも、うん、下しが過ぎたから、今からちょっとこのね昼間の時間が短くなるっていう。ああそうなんだ。うん、<ー>えもうげ下下しき過ぎたのと思って。だね、<laughs> 本当に大変ですよね。なるほど。はい、えっとツイキャスからも来てますけれども。ね、<laughs> えっとヘイアンさんですね。これは。はい <laughs> <laughs> 名前忘れたらあかんしってチャラいおっしゃって本人が <laughs> タてて、ね「タブーって何?えー」ってきてますねタブーってなんだろう要は規制ですね規制規制があんまりないっていうタブーってちょっと違うね規制があんまりないっていうことですね規制っていうと,と、ね、抑制するとかんな、ね、そうそう表現を規制するっていう,うあのあれなんですよテレビってすごい 自主規制なんですよあれ法律にのっとってるわけじゃなくてはい、はい、でラジオの場合テレビよりも規制がまず書けなくていいしコミュニティはもっと書けなくていいんでんその辺がやっぱ面白いですねうんなるほどもう言っちゃいけない言葉がそこまでないみたいなないですね、はい、ラジオだとはい,はい、はい、その辺が面白いですうーん でも本当に私もこれ言っていいのかなこ,う、うん、この表現していいのかなっていつも、ま、迷ってしまうんですよ、うん、そんな時こそなんか噛んでしまうんですよとも子さん真面目だからねちゃんとやってるから素晴らしいですよね。いやいやいや,いや本当はもうちょっとあのなんだろうもっと緩くいけたらなって思うんですけどもねんな,んでしなんでだろう <laughs>。例えばって来てるんですけど <laughs> はい、はい、ペッチョチョさんが、はい、あの例えばえっ、ー、とこれは。 小座まあ、あのパルミラ通りからあった番組なんですけど「ジャンバラ屋の皆さんのおかげです」っていうのがあって、ええ、あそこはこの提供クレジットってほらも子さんもさっき呼んでたじゃないですか、はい、この番組の提供は何々ですっていうそれを遊遊んんんでででややっっててるするすよ別にもう電話番号間違ったりもしても気にしないし<ー>これ長いとか言ったりするんですよ会社名とか。<あー> <laughs> あのこのよく会社の前にこう言うじゃないですか文言あれも長いって言ったりもうだから横の付き合いでなんでスポンサーになってるしこの人のキャラクターなんで OK なんですよそういうのがはもう実はおそうあ,のありえないですよね映像とかテレビとかそう,そうだとねそこが一番大事っていうところじゃないですか広告だもんね それをね平気でやるっていうこの,この感じだから面白かったですよ <laughs> そこがでもそれはそれのキャラでいろんなキャラがだからあるじゃないですか智子さんのキャラもすごいいいと思ったし、うん、だから「FM コザ」来て思ったのが魅力的だなってとっても思いました<ー>本当にまあそれ来る時のきっかけって何だったんですかきっかけは、うん、あの小座がちょっと落ち込んでたんですよ経営的に、えー、もう。 まあご存知だと思うんですけど、はい、やばかったじゃないですか。<laughs> 私はそこまでわかんないんですよ。<laughs> <然>やばかった時に、うん、その前の社長と、はい、えっとうちの父親が知り合いで、うん、でそのまあ助けてくれと。それでえっ、ー、と僕が映像をやってたということもあって、はい、ちょっとやってみないかということで、で実は映像もちょっとあれだったんですよ。ええ、行き詰まって。 ってたまではいかないんですけどはい、はい、もうそろそろ先々を見始めてて、はい、この中間管理職になるのがまあまあまあ落ち着いたとこだろうなとフリーでやってたんですけどそれもつまんないなみたいな感じで何かねこう行き詰まっていた何でしょうね、うん、なんか。 自分がそうなんですよ、うん、そうでフリーっていうのはやっぱ体力使うんでもう徹夜とかも余裕でやってたんではい、はい、そういうのもできなくなるだろうなとかって思ったらなんかどうしようかなみたいなつまんないなって思ってはいたんですよ。でその時にこういったお話がきてそうそうでもとっても面白そうだなと思ってちっちゃいけどその曲を一個やる、はい プロデュースするっていうのが非常に面白そうだなと思ってですね。うん,うん、なるほど。不安でしたよ。僕あの中村和成さんとかにあまあ知り合いだったんで、はい、相談しにいきましたもん。んコミュニティってどうなんですか <laughs> <laughs> でもやっぱりその気があったから相談もねしたんだと思いますね。すねはい、はい。じゃあそのあの山内さんが勇気づけられた曲を、うん、ちょっとまあお届けしましょう。そうなんですよ。 好きな曲曲はは何ですかその曲はこれですね「ムーのファイナルソング」って言いましてコザの今の,、はい、あのパワープッシュでございます今月の。<ー> <laughs> <laughs> ではお聴きください。 はい、改めまして、ブッシュランドです、はいえー。ゲストは山内さんです。はい、よろしくお願いしますはいあの。この番組は30分の番組になってまして。早いですね。あと何分あと3分しかない。<laughs> 今なんか調子乗ってきたなっていう頃なんですけれども、もう、はい、そろそろね、お時間に近づいているてくださペッチョツさんコメント、ともこさんグーホーム見たよって。<laughs> グーホームに乗ってるんですか <laughs> CM? CM ですね。ああ<ー>。そうそうそう。ありがとうございます。友子さん、モデルさんやってますからね。いや、まあ、あの、誘いがあればっていうことなんですけれどもね。うん、あの、ほんと、ぺョちょちゃん。ぺチちチョちちゃん。<laughs> もう言えないもん。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はい。で、あの、やっぱね、こうやって今、FM、 FM 講座を盛り上げていじゃないですか、はい、今後またどのようにしていきたいか今後はですね、うん、まあ本当に飲みながらペッチェツさんともいろいろ話するんですけど、はい、これあのなんていうかなコミュニティって付き合いでこうスポンサーになったりっていうのも多いんですよはい、はい、広告のためとかじゃなくて、えー、このお金払ってじゃあこれだけの広告価値があるからやってっていうのがないと。 あんまりですね期待する人もいるんですけど、うん、じゃあ期待通りできるかっつったらなかなかそうもいかないっていう現実があって、はいうん、それはもうドココモのコミュニティも一緒なんですよ実はこれテレビとか、えー、と普通のラジオとかも本当は一緒なんですけど、はい、ただやっぱ印象的に、えー、とコミュニティは強いと、うん、だからそこを、えー、と本当に僕ら安いんであその広告代金ことですかそうですか、はい もう安いですし番組買い取りも安いので多分、えー、県内一番安いと思うんですよ。はい、なのでそのこの安さに見合った本当にその価値をつけていきたいですね広告価値だから聞いてる人を増やしたいです単純に言えば。本当に、うん まあ先ほどねおっしゃってたんですけれどもまあ、はい、広告価値を高めていきたいはいはい,、はい、いろんな人にね聞いてほしいということ、うん、またあのね番組も持っていただきたい、ねうん、そうなんですよ。うん、でいろんな人が絡むことによって、まあ、絡むっていうのはもちろん出演もそうですし。はいその うちがえるイベントに来てくれるとか、はい、そういったことによってやっぱり聞いてもらえるこの層が広がっていくのでそういったことで募集しましょう今募集募集しますか <laughs>、はい、えっと,、えー、と番組は30分番組とかですねから持ってますしえっ、ー、とね CM だと本当に1万円から打てますのでぜひ月1万円から打てます、はい、CM が。 興味のある方は FM コザまでご連絡ください。もう1万円ってもうありえないですね。ありえないですね。ありえないです。はい、はいえー。今日の素敵なゲストは FM コザの山内一郎様でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。この番組は元気な子豚を育てる赤峰ファームと親切で親しみやすい相談者の味方、遠山隆義税理士事務所の提供でお送りいたしました。ではまた。 来週、さよなら。来週も生放送でーす。